あら、君じゃない。どうかしたの？何よその質問。私はお世辞なんて得意じゃないわよ。余計な気遣いね。私がそんな繊細な人に見える？どうしても聞きたいというのなら、良くも悪くもないが答えよ。ねえ、それって私を密かに観察しているわけ？私が気づかなかったなんて。とりあえず、この恨みは覚えておくわ。あら、君じゃな。君にも暇な時があるなんてね。いいわよ、話してみなさい。そうね、この前砲塔弾を片付ける任務を受けたの。その帰りに魔物に襲われていた清泉町の狩人を助けたんだけど、その人次の日にお肉とお酒を届けに来たのよ。私がモンドの罪人の末裔だと知っていながら贈り物をするなんて、このことは当然覚えておくべきだわ。魔物程度で私が怪我するわけないでしょ。それよりもお肉が美味しかったせいでお腹がいっぱいになるまで食べ過ぎてしまって、お酒を美味しくいただけなかったんだから。やめておきなさい。そうね、もし食べたいのなら私が君に荒波パイを作ってあげるわ。あ、ただこうして君と話をしているだけなのに、だいぶ気持ちが楽になったわ。ありがとう。あら、君、やりたいこと？どうしてそんなことを聞くの？うん、変な言い方ね。それならダンスを教えてあげるわ。私だけの祭礼の舞を。私が自分の剣術にダンスを取り入れているのは前にも教えたわよね。もし私の剣術を学びたいのならダンスレッスンを通過する必要があるわよ。実のところ芸術的な娯楽としてもダンスは私のお気に入りなの。それを君に教える日が来るなんてね。まずは基礎のステップを学んでからにしなさい。そんなに貪欲だと私からもっと深くて重い恨みを買うわよ。まあでもそんなのは想定済み。私たちの中だもの。それくらいのことは気にしなくていいわ。私と君の恨みはもう深いところまで行っている。離れられないくらいにね。